小橋さん、小橋、本日のメインイベント、小橋、世界タッグ選手権試合60分日本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム250ポンド秋山、秋山270ポンド小橋健太、小橋赤コーナーチャンピオンチーム300ポンド、ガンガンいけ、ビッグザグレートブルー、頑張れ頑張れ、310ポンドスタートバイソン、頑張れ、レフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。行くのか、フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。ロックアップ、ロープに振った、スリーパーで締め上げます。組み合います。コーナーに振った、チョップが唸ってまいります。組みに行きます。逆に振り返した、コーナーに打ち捨ててまいります。掴みます。高周波数の音が館内に響きます。バックからスリーパーに入ります。ロープに逃れました。腕をフックします。リバースで返します。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ、ラフ殺法に転じます。ここでタッチです。このあたりの攻撃いかがですか？いい攻めですよ。スタミナを奪うには効果的ですね。引き起こします。逆に投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。立ってまいります。足を殺してまいります。あっと、キャッチした。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。組み合います。逆に返します。ストンピングです。チョップであります。腕を回します。ブレーンバスター、高速で投げてまいります。ネック&アームブリッジの体勢です。ロープブレイク、抱えます。ボディースラム、起こしてまいります。強烈であります。 DDT、 起こします。あっと、リバースで返してまいります。ドロップキックを放ってまいります。掴んだ、あっと、叩きつけてまいります。膝を狙ってまいります。キックを打っていきます。逆に振り返して、ジャンピングにスイッチしてまいります。スタンディングを取らせます。けさ切りで打ってまいります。蹴ってまいります。組みに行きます。投げ技を使う格闘技ってのは
受け身というものが絶対必要なんです。プロレスは柔道やアマレスと違って投げられたら終わりじゃないですからね。そういうところが大変なんですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。行くのか。パンチで返します。汗がミストとなって飛び散ります。垂直に抱え上げるブレインバスター。掴みます。首筋を捉えます。抱えます。ボディスラムで投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。フロントからのキック、ロックアップ、巻き投げで切り返します。足を狙ってまいります。10分経過10ミニッツ。組み合います。巻き投げで切り返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。あ、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。花道に移行します。顔面に突き刺さります。蹴ってまいります。組みに行きます。リング下に降ります。ラフ殺法に転じます。引き起こします。リング内に戻ります。起こしてまいります。ロープブレイクです。行くのか。ロープに振って強烈なキックです。館内も盛り上がります。ギロチンドロップ、腰を落とします。ドリラホールパイルドライバー、逆エビ固めに移行してまいります。ロックアップさせません。腰を落として逆エビ固めの体勢です。ブレンバスターに取ります。直下式ブレンバスター、前頭葉は砕け散った。立たせていく。バックを取って小脇に抱えた。バックドロップ、綺麗にこう描いた。2位を落としていく。うっと返していった。ここでスイッチ。攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい、絞り上げる強烈、ロープに逃れました。引き起こす。15ミニッツ。あっと、ネックブリーカーだ。巻き投げで切り返した。エルボードロップ強烈、手下げりを振り下ろす。ブレンバスター、ブレンバスターで切り返した。タックルぶちかわし、カバーした。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。逆に振り返して、思い逆水平だ。ミミズ腹になる逆水平、抱き起こす。逆に返した。
ック強烈、バックを取ってエルボーで切り返す、起こした、なんとジャンピングに足を狙っていった。さあ渾身の力で締め上げる、これは完全に入ってますよ。ガジェット組み合った、あと逆に投げていった、奥歯を噛みしめた、パイルドライバーがぐさりと突き刺さった、抱き起こす、顔面のキック、肉体を躍動させる、立たせていく、ネックロックで強烈に頸動脈を締め上げる、ロープブレイク、20分経過、腕をフックした、フロントネックロック、蛇のように巻きついた、ここでロープブレイク、強烈に叩きつける、岩壁の母の胸に抱かれました、腕をフックした、ボディスラムで叩きつけた、あっとフロントガードチョークスイープか、水平打ち、花道に移行した、小股に挟んだ、脳天食い打ち、パイルドライバー、強烈に決めていった、リングに戻ります、ここでタッチだ、いけるか、かわず落とし、引き起こす、今危険な角度でしたよ、脳天粉砕か、起こした、ランニングでクブリキャドロップ、カウントが入る、ロープブレイク、ロープブレイク、ギロチンドロップ、強烈、おたけびを上げた、蹴り上げていく、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった、小脇に抱え、バックドロップ完工、フロントキック、ストンピングを叩き込む、いけるか、あっと急所、おたけびを上げた、あとうまく切り返した、蹴っていった、張り手エクスプロイダーの、一気にエクスプロイダー、抱えた、ボディスラムで投げつける、カバーの体勢、もう精神力としか言いようがないですね、意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよね、脳天を強烈に打ちましたね、脳天直下型か、コーナーに登って、トップロックからのエルボー、起こした、腕をフックした、ネックロックガッチリと入った、落とすのか、
抜くのか。脳天勝ちまった、パイルドライバー。タイを預ける、ロープブレイク。さあタッチ、ここが攻め時ですね。相手がダメージありますからね、一気に行きたいですね。一気に行くのか。腕を回した、ブレーンバスター。おっと、対空時間が長い。抱えた、ブレンバスターで切り返した。30分経過、30ミリッツパス。引っこ抜きか。パワーボムが決まった。3つは入りません。組み合った、あと逆に投げていった。一気にスパークするのか。剛腕が